東武特急、東京スカイツリーから浅草間特急料金無料サービスが終了しました。東武鉄道は、今日17日をもって、東京スカイツリーから浅草間において、特急料金無料サービスを終了します。東武鉄道では、特急、スペーシア、両毛、リバティなどを運行しており、快適な長距離移動を提供しています。東京スカイツリー駅から浅草駅まで乗車する場合では、特急券なしで乗車できるサービスが行われていました。このサービスは、もともと、期間限定として、2012年10月に始まったキャンペーンです。2014年4月からは、正式に、すべての上り特急列車が対象になりました。スペーシアの個室や、臨時特急、スカイツリートレインを除いたすべての特急列車が対象となっています。大人150円、子供80円の乗車券のみで特急車両に乗車できるサービスとして知られていました。2012年から約10年間にわたり続けられてきましたが、今年春のダイヤ改正前日となる今日17日で終了することとなります。明日18日以降は、乗車券のほか、特急券が必要になるということです。また、東武鉄道では、今年春のダイヤ改正で、特急料金の改定も予定しています。これで、3月17日の KAB ニュースを終わります。